公園の石堀山アグスティン遺跡群は、コロンビアのマグダレナ川上流の標高1200メートルから2000メートルの山岳地帯に500平方キロメートルの範囲にわたって、点在する独特な石堀で知られる遺跡群。首都ボモタからは、南西約350キロメートルに位置し、主な遺跡だけでも30カ所前後に達し、南米でも最大規模。この遺跡群の立地は、 東方はかけた川からアマゾン川へ、西方はパティア川から太平洋へ、北方はマグダレナ川からカウカ川を経由してカリブ海へ抜ける交易の要衝とも言える場所である。サンアグスティン文化を築いた人々は、そのような交易やトウモロコシ栽培、果物など食用にするための植物採集によって生活の糧を確保していたと考えられる。サンアグスティンのある ウイラ県の風景さんアグスティンは、1757年に、スペイン人修道士サンタ・ヒエルトディスが、旅行記に記したことが、最初の記録とされる。その間、エルドラドを求める、コ塚や一角千金を求める、山市のような人々によって遺跡はところどころ荒らされた、ようである。1913年から14年にかけて、マグダレナガー流域を調査した、ドイツの人類学者、 コンラード・テオドール・プロイスによって、サン・アグスティンの重要性が正当に評価されるようになり、1929年に報告書として交換された。その後、1956年に、自然の脅威という書物に大きく紹介されたり、死ぬ文化の研究でも知られるライヘルド・ドルマドフなど、国内外の研究者たちによって、現在に至るまで数多くの調査が行われている。 サンアグスティン遺跡群最古の遺物は、放射性炭素年代測定によると、紀元前500年に遡るものがあることが確認されているため、その時期から川沿いに集落を営んでいたと考えられる。5世紀頃から8世紀頃まで石彫りを伴うマウンドや巨石を用いたドル面状の昇神殿を築くようになる。これらは、墳墓や、 祖先崇拝に関連する意向であることが明らかにされている。石彫りを伴うマウンドは古墳とも言うべき墳キ墓であり、直径25メートルに及ぶものや立派な石室を伴うものが見られる。また、死後の世界の長い旅をイメージしたと思われる長い沿道を持つ長方形の墳墓も見られる。高い地位の人物を葬った石棺には幾何学文様が刻まれ、 しばしば個人の従者を模したと思われる石彫りがそばに置かれている。石棺にも丸彫りの石棺と組み合わせ式の石棺が見られる。埋葬の形態や方法は、このような紛球墓やドル面状の巨石墓がある一方で、土工墓亀冠墓が見られ、仮装や二次埋葬、集団埋葬などの墓も発見されている。これらの埋葬の形態の多様性は、 社会的階層の違いによると考えられている。メシタ B 地区の沿道墳の前にある蛇を加えたわしの、石彫り、マニュエル・マリア・パズが1853年に描いた、サン・アグスティンのメシタ A 地区西墓の主石彫りの、スケッチサン・アグスティン高校公園の石彫りの一つさん、アグスティン遺跡群の特徴は、何と言っても、その独特な石彫りに求められる。丸彫りや、 板状の石を用いた石彫りは、ペルーを中心に、アンデス地方一帯に影響を及ぼした、チャビン文化の石彫りを思わせるような、猫か動物的な神格を持った、半人半獣の牙を生やした、怪人像、神官や戦士を表すとみられる、人物像、蛇、ワニ、トカゲ、カエル、サンショウウウ猛禽類を刻んだ石彫りが400個体近く、確認されている。 墓に伴うものは天井石を支えるような形で主人を囲んで二体の従者のような組み合わせになっている。一方で石彫りの中には4から5メートルに達する巨大なものも見られる。小さなものと共通する特徴としては頭部、顔、両手が丁寧に彫られているが下半身は比較的雑に作られているという傾向があることである。石彫りの年代ごとの特徴は 三期に区分されると考えられ、前期と呼ばれる時期のものは線が少なく中期と呼ばれる時期になって本格的なレリーフの石彫りが出現する。後期のものは見てそれとわかるような特徴のある独特な石彫りや石板が出現する。サンアグスティン遺跡群のうちサンアグスティンの町の北西 3.5km に位置するサンアグスティン高校公園とロスイドロスの丘。 およびラスピエドラスの丘の遺跡群は1995年に下記の通り世界遺産として登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。